はい、先生、明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。もう1月もね、20日過ぎましてね、はい、1月ってすぐなくなっちゃうからね。どういうこと?1 月はなくなっちゃう。2月も早いんだ。早いってことですね。で、2月に国府展がありますね。あるんですね。そこで、なんと、なんと鉢をこれね、国府展で売るんですって。そう、僕が作ってる鉢ですね。ここ今鉢並んでますけどね、国府展で見に行って、ぜひグリーンクラブの方寄ってもらいたいと思います。はい、この鉢にね、一応木用意したんですけど、はい、ちょっと合わせてみようかなと思います。はい、まずね、これが松ですね。うん、で、ここが、なんだっけ、これ、ちりめんかずら。ちりめんです。ゆくやなり。はい。これ花咲くかな。あと、心拍。心拍。これはね、盆栽大野さんで買ったんですよ。ああ、大野さんの。大野さんで買って、もう鉢にも入ってないので、結構お安く、古い木ですよね、みんな。かなり古いよ。これなんか面白い。一番ね、面白いかなってのはこれだよね。これですね。この木ね。この。で、鉢を合わせてみようかなと思うんですよ。はい。鉢ね、一応こうあるんだけど、これは小白類入んないんで、草とかそういうものがいいかな。これ雪柳。雪柳。うん。これ合わせてみようかなって。そしてちりめんかずら。これでいいかな。うん。そして一番のこれ。これがちょっと変わってるんだよ、ここね。そうですね、この模様が虫食いみたいになってます。これひびが入ったようなね、これいいと思うよ、これ。ありがとうございます。で、これにこの心拍をこう合わせてみたらどうかなと。ただこれ入れるだけでも。そう。あんまり根を崩さない。今時期ではないので。今時期じゃないからね。はい。ここらはね、ちょっと大きいんですよ、この鉢より。はいはい。だからこれに、うまくこれが収まるかどうかって、はい、ちょっとこれ開けてみますから、これ、はい、ちょっとこれからやってみるかな。はい、これはもう生徒さんのご提供で、生徒さんの持ってる青木さんです。ダメかもわかんないですよ。はい、入れば合わせるだけ、これは。はい、ちょっと外してみます。わかりました。うすごいな、これ。あ、ダメだから。ダメ。あ、結構ね、回ってるな。根っこほぐせない。ただこれ、こんな感じになるから、うん、そうですね。ちょ、これより全然いいですよね、でも、うん、大きさ的にはちょっとね、これほぐせないね。そうですね、まあ今時期じゃないので、うん、こんな鉢合うと思うよ、これ色がね、対照的だから。うん、こうか、あれ、いろいろ照明、あ、照明がいっぱいある。これあれ、肥料止めてあったやつ。そうなんだ。どこだろう、照明。うん、鉢うまく入ればね、こう合うと思うよ。でね、足もね、こうちゃんとしっかりしてる。そう、桟橋の細いやつじゃなくて、どっしりしてるから。これはね、多分通販するかもしれない。うん、これは通販するかもしれないです。あ、通販？はい。だから今回の売るやつはサイズはこれ？このサイズが多いですね。このサイズが多いんだ。うん、商品量ですね。じゃあこれは今回なしということで。これはちょっとね、まだ、根っこほぐせないんで、はい、このまま元へ戻しておきます。はい、春になったらもう一回ですね。はい、これね、色がこう白っぽいですけど、はい、こう鉢が古くなったらどういう色になるか楽しみだね、これね。そうですね。多分ね、古さは出ると思う、これ。うんうん、これ何？うん、土。これは御陰土。御陰土？はい、どこの土なんだろう。わかんないです。で、これはろくろで引いてるのかな。それろくろです。これは手びねり。それはそう、手びねり。これもそうなんだ。はい。これもそう。これも手で作りました。どれからやりますか。これからいってみようか。はい。じゃあこちらから。これ心拍一番最高です。はい。お楽しみがね。これで、ね、札2500円。2500円。まずこう網入れちゃいますから。はい。で、今は植え替えの時期じゃないので、うん、根はあんまり崩さないで入れますから。崩さない。うん、その後ビニールハウスの中で保管する予定です。うんうん、先生、正月は？正月？何してたんですか？正月はどうしたんだな。せがれ来てたんだ。ああ、うちのせがれも酒好きだから。酒好きだから先生も好きだしね。一緒飲んで。いいじゃないですか。こう穴がね、針金ような穴が開いてるから、これは、うん、この使いやすいと思うんですよ、これ。そうですね。
これは、うん、歯車？歯車余ってたからつけた。歯車か。こっちしようしか、うん、歯車見せる？いや、逆のがいいと思う。歯車知らない、うん、こっちの方がいい。こっちで、うん、で、ね、下にちょっと土を入れます。縛るんじゃなくて、もう乗っけてね、はい、ここ固定す、ここに、はい、固定します。これでもう何も崩さず、これでこうか。ここちょっと曲げとけね。はい、なんかここ細かくしちょっと入れてきますか。本当に入れただけ。下にはこれ止めときますか。これね、何か所目を止めました。これ完全に固定できた。はい、これんこうか、こんな感じで結構いいじゃないかな。かわいいですよね。もっと木が増えてくるよね。ちょっと木、うん、葉っぱも落ちちゃったから買った時あったんだけど。どうですけど、春になるとこれ雪柳、きれい、あ、雪柳じゃねえ、雪柳細かい花咲くんだよね。うん、鉢とバランスがいいと思うよ。はい、シシのここができました。はい、じゃ今度このちりめんかずら、ちりめんかずら、これも結構古さが出てます。どっちが、こっちがいいか。どっちがいいですか。これだとここで2つでしょ。ここはこれでいいや。はい、でこっちで。先生、鉢作ったことあります？何を？鉢作ったことありますか？鉢はない。ないんだ。ね、一回あの陶芸家のとこ行って、うん、あのタタラ、はいはいはい、タタラやったんだ。陶板作ったから。へタタラ作りで焼き物も面白いみたいね。そうですね。これ一つの窯で何個ぐらい焼けるの？なんかね、電気とガスがあるんで、うん、わかんないですけど、結構な数、ちっちゃいからいっぺんに焼けちゃうんだ。いっぺんにきっと合うね。こっちが正面ですかね。うん、こっち正面だよね。鉢くる。鉢はそっち。あ、こっちだよな。値札取りましょうか。こうだ。あ、はい。別に値札を取ろう。値札？値札。チラッと見せた。チラッと見せた。レベルで言ってるんだけどちょっと出すか、これこのぐらい出した方がいいね。もうちょっと開けよう。こう、こっちはいい？こっちも行ったり来たりして。こっちで。はい、そっちで。値札がついたまま。こっちも値札がついてた。あ、なるほど。売られちゃう。これはどっちでも大丈夫だ。これ日ごけが入ってるのすげえな。そうなんですよ、日ごけ入るんだなって、うん、結構気持ちよく育ってる。たまに替えもずっとしてなかったんじゃないかな。でも崩さないで周り土に入れとくだけします。はい、もういいじゃないですか。こっちの草がいいかな。草がね。なんか下向いてほしいな。ちょっと切る。こう。だからこれが古いから、うん、こっちもこの割れてるのが合うかもしれないですね。うん、こう割れてるのがいいよ。合うよ、これ。はい。完成。完成。もう水やらないで一気にいっちゃいます。一気にいっちゃいます。今度これ心拍ね、はい、これ古いですよね。日ごけがなんかね、ここになんかいっぱいあるんですよ。
これこういうのつけとく。これ被告なんていうの、かなり水きついと思うよこれ。また土なかったんだろうな。これはこのまま入れる。ちょっと切りたいけどな。このまま入れとこうか。ここでいこう、はい、土を薄く入れるぐらい。薄く入れるぐらい。手の込んだ鉢だな、これね、そうなんですよ。結構時間かかる、あと落下も入ってるから、はい、落下もします。これ落下は何に入ってるの、うん、9、盆栽9って書いてある。9って書いてあるの、はい、これは穴1個だな。穴1個正面ここ、うん、ここか。ちょっと荒いとこがいいね、うん、この辺か、うん、ここだな、ね、うん、これ正面にする。はい、三本足だからこう一方が前へ行きます。はい、うん、本当に根を崩さず、はい、背面像ですか。ああ、浮いちゃうな、うん、ちょっと崩しますか。ちょっとほぐすね。はい、これ月味噌か、これ、うん、ですかね、これ、うん、なんかみんな入ってるんですよ、それ、うん、どうだろう。完成。完成。うん。うん、かっこいいですよね。いいじゃん。これ、うん、合うよこれ。これぐらいかけるかな。ちょっとあと針金でちょこっと直すからね。二、本しかないですね。うん、もう一本あればいいんだけど。木がかなり古いから。やっぱ苔が生える。苔張る、うん？苔ちょっと張りますか。ちょっとやるかい。一回水やります。あと水かかって。あるかな。ちょっと取るわ。はい。苔を張ってみます。はい。この鉢水吸うと色変わるんですよ。ああ。色が。ああ、ずいぶん落ち着いてるんだろうね。そうなんですよ。おお。結構水吸うんだ。これ通気性いいんじゃない？そうそうそう。乾きが分かるんですよ。これ。うん。じゃあこれからちりめんかずら。はい。これで苔張ってきます。はい。完成。はい、完成しました。はい、なかなかいいんじゃないですか。うん、俺ね、鉢もいいしね、木が古いからね、鉢が木を引き立ててると思います。はい、ここね、ちりめんかずら、はい、これ雑巾類に入るんだけど、ヒゴケが生えてる。そうですね、うん、これ珍しいよ、これかなりね、あの水のきついところにあったような感じもしますね。うん、一番いいのはこれで心配がちょっとしない。で、これね、いいですか。鉢もいいかです。ちょっとね、三本下がちょっと不安定なんで、うん、ちょっとね、こっちちょっと出過ぎちゃったかもわからない。木は大きく見えるからいいでしょ、これ。そうですね。でこの鉢は湯がかかってるから、雑木林とか草が合うと思うよ、はい、こういう雪柳とかね、はい、あと苔玉みたいにこうやってもいいかな。下草用の鉢で使えると思う。はい、でさっき言うなんか水つけたら色が変わったって。そうです ね, ね、結構吸湿性が良くて通気性がいいと思うんですよ、はい、ぜひね、国風で言ったらねグリーンクラブ何階でやってるのかな。ね、馬小屋って言ってましたねグリーンクラブをぜひやってください。はい、ありがとうございます。鉢変えるだけでね、木もガッて引き取ってきますんでね。やっぱちょっとね、奇抜なものじゃないですか、こういうのとか、あんまりやないものなので、ちょっと合わせ方が今まではあんまり分かんなかったんですけど、まあ、意外といいですよね。あれ、キヨさんもう何年経った。何が、盆栽始めて、あの
うん、3年半とか。だいぶ蜂の勉強したんじゃない？蜂の勉強、まあまあどうでしょうね。蜂、ね、はちょっと苦手かもしれない、うん、まだ。気が分かるけど。だからこれだけの蜂作れればね、きっと、うん、完全に合うから、ね。自分が使いたい蜂を作ってます。うん、いや、うん、結構いい蜂ができたと思いますよ。ありがとうございます。はい、先生、なんか今後やる気とかありますか？動画で。あとはね、今車使うか赤松って間ぐらいのやつはね、うん、もらったやつがあるんですよ、はいはい、それをねちょっと2段ぐらいになってね、頭ぶつけちゃうかなって思って、ね、あなるほど、文人帳の木だけどね、次の機会で、うん、次の機会で、じゃあそちらも乞うご期待ということで、というわけで今日は植え替えてみました、うん、ちょっと植え替えね簡単に割れましたけど、うん、はい、いい味、よかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、いいな。いいじゃない。すごい自然味がある。いや、いいこれ。うん、すごい景色が出てる。いや、いいじゃない。なんか、なんでしょうね。なんかすごい自然。蜂いい。いいよ、いいよ。木が古いからね、うん、合ってる合ってる、蜂もいいですよね、うん、このひごけの感じから全部つながってんじゃないですか、蜂から、うん、それが ね、すごいすごいいいよ、いいっすね、うん、これはいい、よし、2月9日からの立春盆栽大市で販売しておりますので、あら、出ちゃうんですね、これ、お願いします。ちなみに この蜂はおいくらなんですか？まだ決まってない。3000円か3500円だった、うん、で、今これね、あれ違うの作ってるんですよ、傷の内側が、はい、外側の色を変えてるんですよ、土のツートン、うん、焼き上がるまでうまくいくか分かんないけど、ツートンカラーの焼き、それは立春盆栽大市に間に合うんですか？間に合うと思います。あ、いや、これもいいよ、はい、ね、合わせて T シャツも販売しております。素晴らしい。買ってくれますか？みんなで買いましょう。ね、買いましょう。無理やり買わせる。はい、いや、素敵だわ。可愛いよね、うん。このひび割れのところに、そう、苔とか入ってきますよね。逆につけちゃった。毛と土入れてそこに苔やったらね、食べ出てきます。つけてもいいぐらい。面白いね。したらまた提案もいい。超一体感。違うんですよ。うん、面白いよね。可能性を感じますね。いいこと言うね、高木さん。これはどんな盆栽ですか？これはニュー盆栽ですよね。ちょっと言わせちゃったけど、メイクはニュー盆栽ですね。間違いないね。メイクはニュー盆栽。展開早かった、うん、はい、ありがとうございました、はい、素晴らしい。何の早くまとまった、はい。